オーガスティン・ヘンリーとヘンリー・エルウェス・オーガスティン・ヘンリーはアイルランドの園芸家、中国研究家である。中国から1万5千を超える植物標本と種500の植物をイギリスの旧ガーデンに送った。スコットランドのダンディで甘商人の息子に生まれた。そのすぐ後、家族はアイルランド北部ワルスター地方、ティロン県のクックスタウンに戻った。クイーンズ大学ゴールウェイ。 クイーンズ大学ベルファストで医学を学んだ。その後、エディンバラ大学で医師の資格を得た。中国で洋石総税務士を務めたロバート・ハートと知り合い、勧められて中国の洋石総税務士で働くことになった。1881年に上海で医療助手、税務助手として働き始め、銀賞や古北賞に派遣され、中国医学で用いられる。 薬用植物の調査を行った。四川、雲南、台湾でも働いた。中国での長い経歴は、法律の知識を持つようになり、放送院の一つのミドルテンプルに属して、法廷弁護士の資格を得た。中国に渡る前から、中国語を学んでおり、中国語の優れた能力を持っていた。偽証や他の地域で働いた間に、それまでヨーロッパで知られていなかった。 中国の植物を収集した。1888年に王立アジア協会の開始に中国の植物の一覧を発表し、1895年までに旧ガーデンに1万5000の乾燥標本や種子500の苗を送り、これらはヨーロッパで広く栽培される園芸植物になった。中国を訪れた植物収集家のアーネスト・ヘンリー・ウィルソンに、 植物の収集移送の手順を教え、ウィルソンはフランスの宣教師、アルマン・ダビドが発見したハンカチの木を採集した。ヘンリーはヨーロッパに戻った後、キューガーデンで中国から送った植物の研究を行った。1900年にフランスに渡り、ナンシーの林業学校で研究し、ヘンリー・ジョン・ウェルスと共にイギリスとアイルランドの樹木を執筆した。ケンブリッジ大学に、 林学の教授職の設立に努め、1913年まで、その職にあった。1913年に、後のダブリン大学の林学教授となり、森林局の設立に尽力した。ユリカノリリウムヘンリー、ベーカーや馬の鈴草カノサルマヘンリー、オリーブ、青イカノティリアヘンリアナシージアルなどに、懸命されている。A ヘンリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、 オーガスティン・ヘンリーを示すのに使われる。ありがとうございます。